紙芝居を始めますよ。の音がしたら抜いてくださいね。雪がしんしんと降る寒い日です。小さな女の子が手にいっぱいマッチ箱を持って震えています。ねえキャンティ、あの子何してんの？あんな格好じゃ風邪ひいちゃうよ。ねえ。そうね、でも何か理由があるのよ。女の子は今にも泣き出しそうな顔でおばさんの家に戻ってきました。マッチは全部売れただろうね。ごめんなさいおばさん、今日はまだ誰も買ってくれないの。なんだって？お前の売り方が悪いんだよ。またいろいろお店を見ながら歩いていたんでしょ。さあもう一度売っておいで。許しておばさん、朝から何にも食べていないし靴も破れてしまったの。お願いおばさん、少し休ませて。ダメだね、マッチ一つ売ってこないで。生意気言うんじゃないよ。全部売ってくるんだよ。いいかい、さもないとうちに入れないからね。ほらこの靴を履いておき。さあさあ、ぶたれんのが嫌なら早く売っておいで。女の子はお腹が空いて、それにあまり寒いので下を向いて歩いていました。その時、あ、危ない！女の子は走ってきた馬車に気がつかなかったのです。おやめやするな、気をつけろ。なんてこと言うんだい、降りてこい、やっつけてやるから。ひどいおじさんね。ずっこ、女の子大丈夫かしら。ないわ、靴がないわ。どこへ行ってしまったのかしら。足がなんて冷たいんでしょう。何度も探しましたが靴は見つかりません。お腹はすくし、足はちぎれるほど痛みます。マッチを買ってください。マッチはいかがですか。お願いします、どうかマッチを買ってください。裸足の足跡がポツンポツンと雪の道に残っていきます。もうどんなに歩いたことでしょう。町外れまで来てしまいました。三人連れの親子が楽しそうに歩いています。ねえお母さん、おいしかったね。また行こうよ。そうね、おいしかったわね。あんなに食べてお腹大丈夫？平気だよ。ねえ、ケーキがとっても美味しかったわ。舌がとろけそうだったもの。よかったこと。さあ、遅くなるから帰りましょう。楽しそうだな。私もお母さんが欲しい。あんなにいっぱいお土産を持って。あったかいコートや手袋やきれいな靴や帽子を買ってもらえるんだもの。雪はまだやみそうにもありません。みすぼらしい身なりの小さな女の子の肩や裸足の足に雪は冷たく降り続けます。町も人通りがなくなってきました。もうマッチを買ってくれる人もいません。遠くで12時の鐘が鳴っています。いつの間にか雪もやみました。
空にはきれいな星がキラキラ輝いています。さっきから握っていたマッチ箱が寒さのためにカラ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 鳴っています。マッチは売れないし、お家には帰れないし、どうしたらいいのかしら。あ、寒いな。一軒のうちから楽しそうな笑い声が聞こえてきました。女の子はそっと窓から覗いてみました。部屋の中には大きな暖炉が赤々と燃えています。子供たちは夏のような格好で部屋の中を飛び回っています。私もこんな家に住みたいな。なんて暖かそうなんだろう。女の子の目から一筋の涙が落ちました。もう歩けないわ。お腹はペコペコ、足もちぎれそう。赤いレンガの壁にもたれて冷たくなった足をスカートの中に入れてみました。けれど冷え切った足は少しも温かくはなりません。真っ赤に燃えたストーブが欲しいな。そうだ、私マッチを持っていたんだわ。マッチをつければ少しは暖かくなるはずだわ。女の子は急いでマッチをすりました。の炎の中に大きな鉄の立派なストーブがパチパチ温かい音を立てながら目の前に現れたのです。わあ、なんて温かそうなストーブなんでしょう。私夢を見ているんじゃないかしら。女の子は冷たくなった足や手を温めようと体をストーブに伸ばしました。その時マッチの火が燃え尽きて、ストーブも暖かい火も消えてしまいました。あれれ、ストーブがなくなっちゃった。どうなってんの、ねえキャンティ。そうね、消えてしまうなんてひどいわよ。せっかく体を温めようとしたのにね。女の子の手には燃え先のマッチが残っているだけです。がっかりしながら2本目のマッチをつけました。今度は白い大きなテーブルの上にこんがり焼き上がったガチョウがほかほか湯気を立てて出てきました。それに果物やお菓子もいっぱいあります。さあずっこ、消えてなくならないうちにお肉を切ってあげようよ。オーケーキャンティ。おいしそうだこと。女の子は目を輝かせながらテーブルに駆け寄りました。その時マッチが消えてしまいました。急いで3本目のマッチをつけました。どうしたことでしょう。今までに見たこともない大きなクリスマスツリーが現れました。なんて綺麗なんでしょう。こんな立派なのどこにもないわ。見ているだけで体が温かくなるみたい。木の枝には火のついた数え切れないほどのろうそくが光っています。女の子は
思わず駆け寄りました。でもまたマッチの火は消えてしまいました。けれどろうそくの火は消えません。一本一本きれいに並んで空高く登っていきます。うわー、なんてきれいなんだろう。どんどん登っていくよ。何本あるのかしら、数えきれないわ。ほらずっこ見てごらん、ろうそくの火がみんな星になっていくわ。あ、流れ星、きっと誰か死んだんだわ。女の子は優しかったおばあさんのことを思い出しました。おばあさんはいつも女の子のブロンドの髪をなでながらいろいろな話を聞かせてくれました。心のきれいな人が死ぬとみんな星になるんだよ。魂が天の神様のところに登っていくんだよ。女の子はおばあさんに会いたい一心で急いでマッチをつけました。でも今度はなぜかぼーっとしていてはっきり見えません。ただ大きな優しそうな二つの手が女の子に、さあおいでと言ってるように見えるのです。女の子はこわごわ前に進んでいきました。火が足りないんだわ。消えてしまわないうちにずっこどんどんつけて。よし、全部つけちゃおう。そーら、わー、まぶしい。まあ、おばあさん、私とっても会いたかったのよ。どうしてここへ来たの？私を迎えに来てくれたの？私、寂しかったの。それにとっても寒かったのよ。光の中には今思い出したばかりのあの懐かしいおばあさんが優しい顔で立っています。女の子は今までの不思議な出来事を夢中になって話し続けました。おばあさん、私を連れてってちょうだい。だって火が消えたらおばあさんもどこかへ消えていなくなってしまうでしょ。いやいや、私を一人にしないで、お願い。おばあさんは女の子の手を優しく取って星の神様の白い階段に導いていきます。キラ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 、いろいろな色の光が二人を包んでいます。寒い雪の夜が終わって新しい朝が来ました。雪の上に小さな女の子は小さな足跡を残して死んでいました。かわいそう。でも会いたかったおばあさんと一緒だもの。あの子は幸せになってると思うわ。